して倒れるまで無理を。お隣よろしいですか？ああ。ミオ、その、忙しくて話をする時間をなかなか作ることができず、すまない。いえ、私は大丈夫です。問題ありません。ミオ、何か困っていることはないか？はい、特には。そうか。旦那様にとって、葉月さんはどんな存在ですか？ああ、そういえば、昔のことをあまり話していなかったな。伺ってもよろしいですか？私と姉は昔から仲は悪くなかった。まあ、あの通りやかましい人だから、たまに鬱陶しくなる時もあるが、好きとか嫌いとか、そういう感情では成り立っていないのだろうな。同じ環境で生まれ育って、お互い考えていることはわかるし、遠慮も気遣いもいらない。性格はさほど合わないが、あれはあれでいい人間だと思っている。これで答えになっているか？はい。とても素敵で、とても羨ましい。私にそんな人はいないから。ミオ、もう少しこちらに寄れ。はい。寂しいなら寂しいと、辛いなら辛いと言ってくれ。言ってくれなければわからない。私は寂しいなんて。そうか、私は寂しいが。お前は寂しくないのか？寂しいです。初めからそう言っておけ。私に寄りかかればいい。もっと本心を言え。わがままになれ。私が全部受け止めてやる。はい。自分の感情をさらけ出して甘えてもいいんだ。そうして支え合うのが家族だろう。